はい、こんにちは、熊谷康元です。さあ、今日のバードパウエルですが、今日はもう最後の8小節の頭のとこですね。1度、2度、3度、4度ってこうダイアトニックで上がっていくんですが、3度マイナー7の D マイナー7とこが地味なんですけど、僕的にはこれ大事だなっていう、僕の中で大切なことを伝えたいと思います。それでは見てみましょう、どうぞ。はい、それではバウンシングウィズバード最後の8小節の始まりのとこの1度メジャー、2度マイナー、3度マイナー、4度メジャーっていくとこがありますが、こんな感じでいってんすね。あ、これやっぱり C マイナーの時にフラット9弾くんすよ。ここでもなんか F7 の展開系みたいに考えてんのかなと思えてくるぐらい、なんすかね、こう考えてんのかな、 F7 で考えてんすかね。こうすると結構しっくりきますもんね。これ左手を F7 の展開系にしたんですけど、 5-7-1-3 みたいな F7 のね。まあそこは置いといて、今日サンドマイナーのとこですね。こんな感じ、こんだけなんですよ。で、ヨドメージャーのとこが、これも結構いいですよね。これが僕的には何がいいかなっていうのは、結構サンドマイナー僕はほんと弾きづらいんですよ。やっぱDマイナーの時にスケールがフリジアスケールになるじゃないですか。 D から始めると、で、まあフラット9が入るわけですけど、あとカラーがあるのはこの辺か、フラット13ですね。なんとなくやっぱりドリアンっていうのは弾きやすいですよね。9と13のこの組み合わせは、なんでだ、慣れてるだけなんだろうけど、結構いろんなマイナー7って書いてあって一発の曲はだいたいドリアンでやるんで、そのせいもあってドリアンの方がまあパッとフレーズ出てくるんですけど、フリジアンはまだ苦手で、もっとガンガンフレーズぶっ込みたいんですけど、で今回こんな感じで弾いてんのは、これ5度から始まってフラット13挟んでセブンスにこう言ってるのがいいなと思ったんです。本当単にそんだけ。なんでこれまあ枯葉の例えば、ね、G マイナーのエオリアスケールの時でも、まあこっちのフラットライン関係ないんで、エオリアかフリジアの時使ったらいいんじゃないかなみたいな。枯葉だったら G マイナーのところのこうね、ここでここでもいいか、みたいな、この動き5度から3連タタタって言ってセブンスにこうかな、何でもいいんですけど、この動き本当に2拍ですよ。たったの2拍なんですけど、この動きいいなと思いましたね。で、ちょっとまたパウエル戻って、ここのこれヨドメージャーですね。ヨドメージャーもやっぱり弾きづらいですよね。で、ここでこうやってまた、今回非常に気にしてる8音符と、16音符の組み合わせで、これ5度からただ下がっていくだけ。まあこれ全然1度メジャーでも使えますけどね。ただメジャー6ですね、 E フラット6の展開系を、まあ、Cm7 でもありますけど、これを
こうやって例の16分音符を入れて弾くと結構いいですよね。なのでこの流れ、じゃあまあ枯れ葉で入れるならこの E フラットメジャー7のとこ、最初 C マイナーで、ここでなんかみたいな、こう足せばいいかみたいなね。うん、他なんかパッと思いつかないけど。でここでさっきの。なんてね、これエオリアですけど、他のあれでも全然いいっすよ。なんかなんだろうな、ここだ、だこれはミス・ジョーンズ、ここのサンドマイナーのとこで、これもろ、5度か、ここですね。こんな感じかな、5からブースまで3連で上がります。ここでも使える、まあ、同じになっちゃうけどね、的な。今日はサンドマイナー7と、ヨードメジャー7のちょっとパウエルのなんかシンプルだけど、まあ覚えておけばいいんじゃないかなみたいなフレーズをやってみました。それでは今日はこの辺にしたいと思います。チャンネル登録よろしく。さあ。